ケンリフトボールだよ。いやこれ見てくださいよ。スタジアム着いたんですけど、これめちゃくちゃ雨、今すごいことになってます。天気はね、晴れてんですけどね。はいどうも、イガキンです。いや、ちょっとね、オープニングをね撮るつもりだったんですけど、もうこの雨もうすごいですね。さすが梅雨ですね。いやー、なんでもちょっと急遽オープニングはやめようということで、今車の中から撮ってます。でですね、今日の対戦相手が FC 東京さん。まあここ数年 FC 東京さんにはねずっと勝たせてもらってるんで、まあそうですね、今日もぜひ勝ってもらいたいなと。まあ苦手意識はないのかなって思います。まあでもただね、ものすごく強いチームなんで、しかもね、高卒ルーキーの松木玖生選手とかもいるからですね。まあちょっと普通に勝てるとも言い難いですけれども、まあでもサガン鳥栖もね、本当に今勢いもあるし、負けも少ないチームなんで、まあ今日も絶対勝ってくれるでしょう。しかしホームで負けてないでしょ、確か今シーズン。なんでね、まあ絶対勝ってくれると信じてます。でね、天皇杯の、ロアスト熊本戦ももう粘り強く逆転勝ちしましたんで、まあ今日もね、まあ今日は逆転勝ちとかじゃなくてゼロで抑えて、まあ 2,3 点入れて勝つ、これが一番理想ですね。はい。でね、飯野選手もね最近出てなかったりするんで、今日あたりスタメンで出てきてくれると安心だなと思います。なんか変な噂もあるじゃないですか。嫌だなと思いますね。はい、今日出場してくれることを願ってます。はい、じゃあちょっと雨も止んできたようなんで、今のうちにスタジアムにさっさと入りたいと思います。それじゃ行きます。今日は絶対勝つぜ、サガン鳥栖。はい、皆さん、現任監督です。ですね、今日は FC 東京戦、実はですね、唐津市にある宮島昌樹さんの、記念マッチになります。高橋由樹、ネットワークリレーションズオフィサーのです、ね、サイン入り商品が売っておりましたのでですね、ちょっと皆さんに、商品ご紹介できればなと思います。本当にマッチスポンサー、2年連続本当に宮島昌樹様ありがとうございます。サガン鳥栖サポーター、佐賀県民または関連ある皆様ですね、ぜひとも唐津市にある宮島昌樹さんの製品ですね、よろしくお願いいたします。はい、ですね、これが、吉木さんのですね、サイン入り、袋となります。サガン鳥栖のマーク、そして、吉木さんのサインと、あと宮島昌樹さんのロゴのところにですね、吉木という名前で、記録されております。商品で言いますとですね、まずこういう佐賀牛プレミアムカレー、あと、混ぜ込みご飯の素ですね、あとこのうどんスープ2人前、あとあの甘口醤油ですね。でこちらがですね、醤油風ドレッシングですね。続きましてですね、わさびドレッシング、カレージョン、この6つ、7つ商品が入っておりました。本当においしそうなところで、もう私も2袋買っちゃったんですけど、本当にまた家に帰ってですね、
きたいと思います。改めて梅津真様、本当にありがとうございます。これからもサガン鳥栖よろしくお願いいたします。マジ雨すごくなかった？すごかった。雷鳴りよったもんね。うん。滝のごと降りよったけんさ。いやー、今日オープニングは残念やけど、なしやね。さすがに。まあ。うん。まあ、ちょこっとはね、車の中で言うたんやけど、まあ、FC 東京さん、こうほら、ここ数年負けてないやん。そうね。ね。ちょっと、油断しとったら足元救われるけどさ。そうね。うん。うちも、ほら、前回の試合がジュビロ戦か、うん、まあ、ちょっとね、残念な結果やったっけ。今日は絶対勝たないかんけんさ、そうね、取り戻そう、今日、うん、ね、今日また勝って、勢い取り戻して、うん、またどんどん上位にね、うん、まだ4試合ぐらいやろ、うん、1位と差は。そう全然可能性あるけんね、うん、しっかり勝つとこを絶対勝つっていうのが大事やけん、ここから先は頑張っていきましょう。サガン鳥栖逆襲の夏よ。そうね、そうしかし暑かね。暑い。どうした？じゃあ、はい、今日は絶対勝とうぞ。サガン2。よかったなぁ。ナイスゲームやったね。ナイスゲーム。すごいっす。いやぁ、ほんとも FC 東京さんには申し訳なかったって、うん、いいゲームやったね。え、なんかこう、ほんとちょっともやもやっとした試合が続いてたからね。そうね。なおのことをほんと選手たちもほんとこうすっきりある程度できたかなと思います。そういうこと、はい、いやいい週末やね。これが昨日やったらさ、うん、飲みっとるな、間違いなく。まあ、うん、今日のね、試合の中で監督が一番、うん、ああ、光るプレー、何が一番印象に残ってますか？お前、1点目の岩崎選手のミドルシュートかな。ああ、なるほどね。やっぱ気持ちがこもってた。うんうんうん、うん。本当最後まで走ってたし、うん、もうね、何をしたか相手ここでは言わないですけど、取り返してやろうという気持ちが強かった。そうね。よかった。いいミドルやったよ、うん、本当によかったと思う。うん、出ていがき。いや、やっぱ勝負決めたのはやっぱあのジエゴ選手の。あ、そうね。うん、2点目かなと。あれが早々に入ってくれたおかげでやっぱこの展開になったとね。そうね。思うからですね。そうね。やっぱとやっぱ最後ね、藤田選手が出てきてさ、うん、藤田選手が俺パス出すかなと思ったけどね。打ったよね。6点目を取ろうとしたね。うん、俺あの姿勢がね、もう素晴らしいと思ってさ、ね、俺大好きになっちゃったな、なんかちょ、ゴールはね、ほんと惜しかったけどね、クロスバー当たってさ、惜しかった。いやすごくいいプレーやった、あれは。あれ、ゴールがちょっと動いたもんね、動いた動いた、ちょっと飛んだもん ね、うん、ちょっと飛んだ、タイガーショットみたいな感じだった。なんかもう、次ヴィッセル神戸戦がさ、もうちょっと勝てない相手ではあるやん。そうね。うん、けそこでまた、今日のね、好調さがんとそう見せてもらいたいなと思います ね、 そうね、はい、開始から行こ う、 そう、ね、次はもう苦手相手だから開始から行こ う、 なんかう、やっぱシュート打たなわからんとよ。そうそうそう、ね、あのジエゴ選手のだってさ、2回シュート打ったけん、そう、ね、ゴールが生まれとるわけやけん ね、 う、ね、うん、やっぱシュートをバンバン打ってもらおう。オッケーオッケー、じゃあ皆さん無料明日仕事やろう。オッケー、そう ね、 ね、はい、ありがとうございます。まあ、本当気をつけて皆さんお帰りください。はい、はい、最後にもう一つ、しゃあ、もう一回言うか。宮島翔さん、改めてありがとうございました。本当ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、はい、止めました、すいません。はい、はい、OK、いいよ。吉木さんのサイン入りたい。あ、そうそう、サイン入りです。めちゃくちゃいいよ、これ。へー、俺んとも買っとってよ、気が利かん、もう。ほんとさ、もう
ぼーっとしとった今日は。いや、言うわ。俺昨日から釣り行って夜中の2時から俺まだずっと置きっぱなしよ。あ、これはやばいよ。いや、チヌやろ、チヌやったら。あ、チヌチヌチヌ、チヌチヌ。おい。でかいでかい。うわ、50と50。でかいでかい。かっこいいね、ちょっとこっち見て。うわー、いいね。50あるばい、これ。ありがとう。うん、チヌやったよ。マジで。うん、見た見た。やったね。ほら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 。見た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 。すげえ粘るよ。うん？と、だいぶ粘る。ねえ。うん、切れ入ってきた。めっちゃ吐き出しとったね。すごいよ、おめでとうございます。やりました。皆さん頑張りましょう。おめでとうございます。はい、どうぞ。今からは。さすが。まだまだ、たくさん釣りましょう。はいよ。はい、よっしゃ、行こう。じゃあ、来週の神戸戦、絶対勝とうぜ。そう、ゴー、トゥース。